はい、はい、はい、こんにちは。こんにちは。じゃす。こんにちは、まっすぐ。こんにちは、まだじゃす。こんにちは、まっすぐ。はい。ということで、今日は、はい、背中。はい、そうですね。前回が肩で、今日は背中ということで、はい、児玉慎さんに徹底指導していただくそうそう、つもりです。そうそう、はい。ストーリーでもバッチリ上がってました。あ、背中です。そうです。自分の中で背中はどうですか？背中結構好きな種目です。ただ、何だろう、たくさんの方向に筋繊維が流れてるからかもしれないですけど、あ、背中のケアってあんましたことなくて。ケア？あ、怪我ですね。あ、怪我。腰とかならあるんですけど、胸とか、部分断裂とかなったりとかしたとあるんですけど、背中は割となくて、で、ボディビルで的にはバックラットスプレッドは子供審査に褒められてるので、そこはすごいやりやすいんですけど、バックダブルバイがちょっといつも不安定になってしまうなって思ってて、じゃあ今日のその背中トレの後の背中のポージングレッスンでさらなる進化、そうですね、ちょっとでも良くなって、はい、大幅に良くなりたいですね。はい、前回のトレーニングで120%したじゃないですか。はい、今回もパーセンテージ、はい、だったらちょっと上行きたいんで。なるほど、はい、120より上です。はい、じゃあ今回はい、それで125ぐらいで、はい、はい、徐々に、はい、またがむしゃらに背中トレをじゃあ、はい、やっていきましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よいしょ。お疲れ様でした。ということで、はい、どうでした？まず一つはもうトレーニングについていくことが第一の今日の目標だったんですけど、なんとか新さんの補助をしていただいてトレーニングをすることができました。トレーニング中のインターバルにポージング練習を取り入れるっていうのが人狼中必要だってことを言ってもらいましたし、改めて必要だなっていうふうに思いました。なのでこれからはもうテーマを決めたら、インターバル中にはなるべくポージングを取るようにやっていきたいと思います。ポージングになんか課題とかって見えたりしますか？ポージングに課題はやっぱり呼吸とばらつきがまだあるので、全部合格点になるようにまずはやっていきたいです。うん、肩トレに続き、どうですか？今日も背中を、バランスよく、あとがむしゃらに筋肉の意識を持ってフォーム重視でトレーニングさせていただきました。はい、今日も120点だったんですか？どうです、自分自身？自分自身的には今日は前回を更新したと思ってるんで125はいったと思うんですけど。なるほど、125で自分で言うのはちょっとおこがましいですけども、はい、その気ぐらいの気持ちで、はい、行ったつもりであります。次回も自分のまた、はい、限界を超えるように。そうですね、はい、目指せ130点。目指せまず130ですね、はい、自分の中で、はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。